前6時の清水町です。国道1号線を走る車は大きな水しぶきを上げています。台風13号の接近に伴い、県内では東部を中心に明け方からまとまった雨が降りました。午前1時過ぎの三島駅南口です。ものすごい強い風と雨が降っています。午前7時過ぎの JR 三島駅前では横殴りの強い雨が降り、強風で傘が折れてしまった人の姿も。午前10時の浜松市中区です。10分ほど前から雨が強くなり、雨粒も大きくなってきました。しかし風は現在のところほとんど吹いていません。しかしその後徐々に変化が。現在こちらでは青空が広がっています。20分ほど前に降っていた雨も止み、今は日が差しだんだんと気温が上がってきました。早朝は横殴りの強い雨が降っていた静岡市の用宗海岸ですが、昼前には晴れ間が覗くなど、台風が近づいているとは思えない空模様となりました。また県教育委員会によりますと、台風のため県内では今日、小学校から高校まで少なくとも58校が臨時休校にしたということです。